写真拡大タレントの明石家さんま、64歳が11月16日に放送されたラジオ版グミヤングタウン土曜日 MBS ラジオに出演。破局報道のあった女優剛力彩芽についてもう僕振り回されることはしませうから今さらなと突き放した。この日優しくしてあげないといけない女性がで来たのではと破局報道のあった剛力の話題が出るとさんまは帰ってきたなと話し、スタジオから帰ってきたわけではない、ここにもともといたわけではないけどと、そう突っ込みを受ける。すると、さまはもう僕振り回されることはしませんから今さらなと語り、さらに万が一やで、万が一ややっぱり私間違っていたとか、やっぱりさんまさうって言葉をかけられても今さらやうかと突き放した。